はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、では今回はですね、召喚獣の、シブアを取っていきたいと思いますので、ワールドのここの雪狼の牙ですねの探索をやっていきましょう。連れていく人はティナのレベルは低いな。クルルとかもな、ちょっと火力が不足してるからな。いない、連れていく人がいない。ガーランドか。そうするとガーランド46レベルか、48か。他なんかいなかったっけな。いないな、ガーランドだな。そうするとこのレベルだとファイガは覚えてないかな。ちょっと見てみましょう。あ、ファイラしかないけど、まあ、雪山だからいいかな、ファイラでも。じゃあこれで体力11も使うのか。で、まずはここのですね、ボスを倒しますので、まあ、ちょっとサクッとボスのところまで行きましょう。で、ボスを倒すと、まあ、このように地震が起こって、どっかの通路が開くみたいなんですよ。遠くで何かが崩れたような。このまま探索を続けますか。まあ続ける、まあ別に終了してまた行ってもいいんですけど、まあ、探索を続けて1個前のマップに戻って新たな道が開けたところがあるので、ちょっとそこへ向かいましょう。ここですね、ここ多分この木がぶっ倒れて右側に、行けるようになって、この右上の出口から出る感じですかね。そうするとで、このまま行くと、で、ここあれ、ここちげえし、で、ここの出口から出るとオッケー、新しくマップが追加されるので、まあ、そこをクリアしていけばシブアの元にたどり着けると。ただまあ多分今の体力だと無理だな。水の大結晶みたいなのが手に入った。一回戻って、で、そうですね、ここでピコ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 っとランゼルと雪山ですね。ここは体力いくつ使うんだとか思ったけど、始まったのは普通にイベントが感じる。とても強い力。何を喜んでんだこいつは。地元の人たちは幻獣シブアがいるって言ってるみたいだ。お前にしては珍しく情報を持っているな。だってシブアはセイレーンみたいにセクシーなお姉様で、普段はツンケンしてるけど、一度気に入った相手にはデレデレになるらしいぞ。そういう情報をさ、村の人たちなんで知ってんの。シブアに会ったことあるのか。セクシーデレデレ、その姿をさ見たことはあるの。みんなフィーナ、ともかくお前の感じた力は本物だ。幻獣という強大な存在がいる。そう、幻獣シブアを仲間にして旅の楽しみを、戦力を増やすんだ。分かったかフィーナ。うん。その幻獣っていうものに仲間になってもらうのね。物扱いかよ。そういうことだ。さあ行こう。さあ行こうって言うけどね、行く体力が。あ、ここ一個ギリギリ行けるな。これはやりましょう。じゃあ連れて行く人は、まあ普通の戦闘なんで、まあここはとりあえず誰でもいいかな。まあじゃあレベルマックスのクルルでも連れていきますか。ねえ、セクシーってどういうこと。それはだな、胸がボーンと大きく、腰はしなやかに丸く。え、腰はしなやかに丸くってどういうことだ。レインはそのセクシーな美女が好きなの。もちろん大好きだ。
いや、嫌いな男がこの世にいるだろうか。やめろ、世界中の男をお前と一緒にするな。そうだな、少なくともフィーナとは真逆だな。いや、知らん。フィーナがどんな体型してるのかは知らんけど。俺はすぐフィーナをディスっちゃうからな。あとクルルはサンダラだな。あ、連続魔なんてあるんだ。連続魔は使えばよかったかな。結構タフだな、スカルジャー。攻撃で倒せるか、次の。いや、全然ダメだな。おお、サンダラか。これはね、全体だからね。ギリだな。クルル、け、ここ5回もバトルあんのかよ。クルルの連続魔、ほい。で、サンダラ、エアロラ。おお、すげえすげえすげえ。なるほど、クルルは連続魔を覚えるのね。知らなかった。もう全然使ってないからな。一軍から外れてしまった。くらえ。単純に攻撃回数が1回増えるから。でもマジックパワーの減りも、うおって、カラスフィルがやばい。ケアルラをちょっと二重掛けしよう。フィーナにも頑張ってもらう。まあまあ倒せるかな。倒せねえか。ちょっとラッセル狙われすぎじゃないの。でリミットもちょっと溜まってるんで、もう使っちゃいましょう。ここは戦闘が長いみたいなんで、まあもう一回バトル5になるときには溜まってるでしょう。おっとっと、攻撃をしてしまった。じゃあそうすると、フロストシュートとレインのシャイニングノバーでいいかな。なんとかしてくれ。オラ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 。ルーナの技が強いな、やっぱり。おお、マーマンだらけだ。こいつはちょっと連続魔のサンダラだな。サンダラサンダラ、あ、いける。技を使っていこう。アンゼルムもバブルシャワー。フィーナはサックスはまた後でいいや。一体か。でもまあ残りの二人も虫の息だろう。もう OK。 でルナが次召喚魔法を使って地獄の火炎と、でフィーナは託そう、リミットを託す。これ使えるよな。フィーナの技そんなに強いわけじゃないんで、殴ってしまった。でクルルも連続までサンダラサンダラでいくか。 OK。燃えろ。おお、タフだな。やっぱりここら辺の敵はタフだ。だからこれで終わりだ。シャイニングノーバー。よーし、殲滅完了。なるほどね。クルルがな、連続魔を覚えるんだったらもう少し上級の技を覚えてくれればかなり強いやつになるんだけど、ここが限界だからな。ラッセルが58になった。という感じで、じゃあまた体力を回復して続きをやっていきましょう。はい、支部は攻略戦ですけれども、ちょっと体力回復で日付をまたいでしまったので、ちょっとメールを見ましょう。
また100個もらってと。で、ランゼルと雪原でしたっけ。2個クリアしたんだっけな。ランゼルとの雪山か。2個クリアしてねえし、1個しかクリアしてないか。じゃあ、凍てつく林をやっていきましょう。誰を連れて行こうかな。毎回迷う。ビビ43レベル。ビビ43レベルはどうなの？クジャがいるな。クジャ57。あ、ビビ53がいるな。ビビ53をちょっと見てみましょう。セオドアって、セシルの息子じゃないか。まあ、セシルの息子でつけたのかどうかはわかんないですけど。あー、ビビ、崖が覚えてないな、このレベルだと。ちょっと、セオドア君はじゃあ、別の人にしましょう。あれ、どうやって別の人にするんだ。戻るか。じゃあ、誰がいいんだ？クジャ57か。クジャ57は、サンダガがありますね。本当はファイカが欲しかったけど、まあいいや、サンダガで。まあいいやってなんかすげえ偉そうだけど。お借りしてる身で。本当すいません。ねえ、ラスウェルはセクシーな美女に興味がないの？そもそもシブアは厳重だ。貴重な戦力としてなら興味がある。とか言ってるけど、こいつも内心は俺と同じでさ。だから一緒にするな。むっつりっすね。ラスウェルは、むっつり疑惑。アダマンタイマイってなんだっけ、何に弱いんだっけ。もう覚えてないな。とりあえずそれっぽい魔法をガンガン使ってこう。サンダガ100だから5回しか使えないか。基本1戦闘に1回だな。そうするとまあプロテスだよな。最初プロテスで次がシェル。まあ攻撃で倒せれば何の問題もない。シェルをかけてこようが無駄なんだよ。無駄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 。あれ残った。反撃しろ。反撃ではなかったか。まあアダマンタイマイは攻撃は強くないけど、ちょっと硬いのが厄介ですね。やっぱりちょいと時間がかかる。そうだ、ここ5あるんだっけ。そして普通に攻撃をしてしまった。あーでも一旦で倒せんな。倒せねえし。残ってるんかい。じゃあちょっと全力でいきましょう。まだまだ先は長いんで大丈夫でしょう。ここは速攻で蹴りをつける。いいね。で次にルナがイフリートを使って、おっとちょうど硬いやつらがいるな。エアロラのファイラ、ラスエルもエアロラ、クジャはサンダガで、フィーナはタックスがいいっすね。タックスゲージ託せるのが、まあ、自分で使うよりは多分託した方がみんなのためになるし。燃えろ。オーケー。さあラバンタイマー一旦で倒せるか。よし、なんとか倒したな。骨はそんな残ってないから楽勝だな。ちょっとサンダラか、結構厄介なもん使ってくんな。アンゼルムのヒットポイントが若干やばい。次が4玉だ。おっとちょっとオート解除が間に合わなかった。これアダマンタイマー残ってんな、やっぱりな。そしてフラッシュ、ちょっと今回は回復の回だな。ケアルラ使って、で、フィーナは、暗闇回復。ルナも自分で暗闇回復と。で、
エアロラ。でこの石像がちょっと魔法でいかないといけないんで、ここのターン魔法で倒しましょう。いやアンゼルまた減ってきたな。ケアルラ唱えて、クジャ一回サンダガ唱えるか。サンダガでいくつ当たるんだ。5256とか超強え。いいな魔法キャラの星5すげえいいんだけど。おお、これはもう一気にいこう。またサンダガで、あとは攻撃できるやつは攻撃していこう。フィーナはどうしようかな。もういいや、イノセントグロウ使っちゃおう。属性攻撃は効くのか。まあどうせ三打かで下の石板は一掃できるんでいいですけど。よーし、まあこれ熟練度上げるのにもね、リミット技、まあ、何百回って使わないと確かいけないですから、先は長すぎでしょう。おお、光の石塊は出てくれるとすごい助かりますね。あと何個、最後にちょっとフレンドを連れてきますか。フレンドは確かファイガとか持ってるし、そもそもリミット技が使えるんで。ああ、エクスレスがいる。42レベルか。42レベルエクスレス。召喚獣じゃなくて、エクスレス本体を見たい。ファイガ、サンダガ、ブリザがあるな。じゃあまたエクスレス、ご登場願おう。てか、エクスレスいっぱいいるな。こいつはなんだ、ファイガに弱いか。色的に。ちょっと試してみよう。くらい。おー、でもなんかあんまりだな。攻撃した方が良さそうだな、これ。ダスエルの攻撃がめっちゃ通るからな、2000とか。よーし。ここも5個あるのか。あー、あるな。こいつらはファイガで倒せるかな。エクスデスはちょっと魔力が弱いとか。あ、違う、そもそもレベルが低いんだ。まずこいつはラスウェルはぶん殴るでしょ。あとファイラでアンゼルムも魔法唱えとくか。ストンだ。どうだ。よーし、これは倒したな。5個あるってことは、でもそんなに全体的なマップ数は少ないかな。次でシブアに当たってくれれば体力は持つんだけど。どんだけみんなブリザーが唱えてんだ。ブリザードか。ファイガを唱えて、あとは攻撃でいいや。もうやろ。そんな驚異的なダメージが出ないな。ルナのヒットポイントも若干やばくなってきた。次ケアルラで回復させますか。回復はフィーナの方がいいかな。いや、ラスウェルの攻撃力強いな、やっぱり。スーパーアタッカーだな。エースアタッカーだ、ラスウェルは今。またこのパターンか。これは、ファイが唱えて、魔法を唱えて、で、ラスウェルは攻撃すれば。少し残ったか。本当に少しだな。
ま、残り少ない命を散らしていったか。で、最終戦なんでここも全力でいきましょう。アダマンタイマーよな、一発で倒したいよな。ほら行け、くらえ。これはいったな。よーし、石塊がなかったな。多分出てきてないよね、光の石塊。おお、レインがファイガーを覚えた。51レベルか。まあレインはね、そんなに魔力高いわけじゃないんで。あ、これはもう召喚獣、召喚獣っすね。氷魔の寝所、11も使うのか。召喚獣は消費体力が激しいからな。よし、これは絶対炎に弱いからな、レイン連れてくべきでしょう。傲慢な人間どもめ、この大地をわらわの領域と知って踏み込んだか。もちろんあんたのその美貌じゃなくて力を見込んで誘いに来たんだ。ここに一人でいるより俺たちと来ないか。きっと楽しいぞ。おい、幻獣を相手にナンパしてどうする。えい、され。さもなくはそのよく滑る口、永遠にいてつかせてくれよう。うん、いい。伝説通り一筋縄じゃいかないお姉様だ。悠長にしている場合か。来るぞ。なんだ、レインは M か。まずラスベルちょっとぶん殴ろう。お、効くね。オッケーオッケー。ファイガーかな、どれくらい当たるかだな。ちょっとこいつのファイガーを1000は当たってほしい。800か。フレンドファイガーは俺よりレベルが高いはずだから800以上は当たるはず。900。まあもう攻撃するしかないな。ちょっと次レイン攻撃してみましょう。いくつ当たるか。ブリザード、ブリザード重ねてきたな。ぶん殴る。あー微妙だな。殴ってもあんまり変わらないってことは、こっちに行ったら絶対攻撃した方がいいし、殴っていくか。当面は殴りメインで、いつか絶対ブリザードとダイヤモンドダスト使ってくるかな。おらららららら、ら来た。そろそろちょっと回復しないと。アンゼルムがちょっとまずいな。ピーナも回復に回すか。そうすると万全の体勢でいこう。これ次リミット使えばいけんじゃないか。そう甘くはないか。あ、スキルなんて備えてきた。俺のマジックパワーが、フレンドのリミットが溜まってないっていうところがちょっと痛いな。最終的に託そう。なんで順番をちゃんと考えて攻撃しないと。最後に託す。終わらないか。ちょっと残った。きた、ダイヤモンドダスト。ダイヤモンドダストプラスブリザード、ダイヤモンドダスト。オーロラエクスキューションの方が強いですからね。絶対レードだ。シーブは絶対レードとは何だ。答える間に死んでいったか。よーし、幻獣の涙。く、我が氷に打ち勝つとは。だがわらわは誇り高き幻獣、人間の命令は受けぬ。
お、入ってった。お願い、力を貸して。絶対に大事にするから。む、そこまで言うなら。そこまでってなんだよ。あれ、なんかフィーナには優しくないか。あのね、シブアさん、戦いが終わったらちゃんと返してあげるからね。そのように純粋な人目で見るでない。よかろう。わらわの力、そなたに授けようぞ、娘。わあ、ありがとう。なんだこいつは、ツンデレか。そして、小娘が好き。ユリのツンデレだな。石になってまでついてきてくれるとは。完全なユリツンデレだ、シブアは。よくやった、フィーナ。シブアは女性に弱かったのか。なんかこう、空振りをした感が。まあまあ、力を貸してくれるんだから、よかったじゃない。ああ、礼を言う。フィーナがいなければ、シブアを仲間にはできなかった。どういたしまして。お前はたまたま話しかけただけだろ。お、ラピス100。2000。また結構溜まってきたな。いい加減星5が欲しいけど。はい、というところで、幻獣シブアを手に入れましたので、また次回から物語の方を進めていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。